その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと。当たってればいいんですがね。結果がわかるのはもっと先のことで。なあ、その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。あれ、桐生の兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが、時間がない。急いでくれ。あ、はい。恩に着る。今度、感想聞かせてくださいね。このまま打ち返っても楽しくない。おお、そうか。うわ、さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。
シンジ。あれ兄貴、早くないっすか？ショートだったんすか？シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか？頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールでハシゴするか。指輪がない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か？いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、
こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん。錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっとキリュウさんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。
したか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。玲奈さんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長が由美さんさらっていったんです。由美か。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。Oh!
錦。桐生組長が趣味を無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。弓弓おい、しっかりしろ。やっちまった。東照会の大幹部を。弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。弓を頼む。キリュウは行け。ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。
そうか。時間だ。兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、たく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してるな。あ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜。堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だよ。何だと。